仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯イト仏のこの番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。 こんばんは。笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。今月のゲストは、和歌山県にある真言宗高山寺のご住職、福井良王さんです。よろしくお願いします。お願いします。さて、えー、最終集なんですけれども、えー、最終集はリスナーさんから届いた質問やお悩みに答えているんですが、えー、良王さんも、えー、ご一緒に考えていただいてよろしいでしょうか。はい ではよろしくお願いしますえ。まずこちらの方です。えー、と、石川県七尾市の、えー、ゆでたまさん。えー、43歳、女性の方です。ありがとうございます。毎週ありがたいお話、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、先日、鉄道さんのトークショーに2回参加させていただき、本当に光栄でした。ああ金沢だ、ありました。ありがとうございます。金沢までありがとうございました。いえ、こちらこそです。あの時、質問できなかったのですが、地獄の存在について教えていただきたいです。 仏教には六道の地獄があるかと思います。浄土真宗の新蘭さんの教えでは、南無阿弥陀仏を唱えれば救われるとあります。つまり地獄には落ちないということなのでしょうか。いろいろ本を読んでいるのですが、このあたりが混乱してしまいます。解釈が間違っていたり、的外れだったらごめんなさい。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。ということですが。えっと、りょうさんはね、新言宗のお坊さんでいらっしゃいますから、 だからこの浄土真宗さんとちょっとまあお作法が違うかったりっていうようなねであると思いますけれどもでもねこれ内総統宗なんですよ。うん、で内総統宗なんですけれどもあのー、ちょっとこの前分かったんですけれどもその仏壇のうちのねうちの仏壇のご本尊って見たら手で輪っかしてはったんですよ、うん、ちっちゃい輪っかしてはってであ阿弥陀さんやーってなってで何やったらその。 もう仏壇自体も西から東の方向いてはるんですよね。うん、なんで「皆さんや」ってなるんですけれどもその教寺っていうその横にこうお使いするっていうようなこの存在がですね、あのー、だるま大さんと、あのー、道元さんなんですよね。うん、でこれって相当宗の,あのそういうお坊さんたちになったりとかするんででなんかやっぱこういろんな宗派にその。 生阿弥陀仏って阿弥陀さんに信仰っていうのがすごい広まったからやっぱ合わさってるんやなっていうのがあってでこれどうしたもんかなってねちょっと今ものすごい悩んでるんですよちょっとこの仏壇の位置をね変えなければならないようなあれがありましてまああの 建てをうもててねなった時にそのどっちをもんじて建てたいんやろっていうのがすごい今課題で。うんなるほど。真言宗もですね、えー、あの高野山の中で、えー、まあ浄土宗が出てきた時にですね、えー、浄土教の影響すごい受けてるんですよ。ですかですから、まあのまあ、このお便りのあるみたいにこの地獄っていうことに関してちょっと私はそんな詳しくないから分からないんですけども。えーはいはい ただあの西行さん、ねはい、西行さんの伝説の一つで <A> えと亡くなる時にですね <A> 崩壊上院を結んで <A> 北を向いて亡くなった そうなんでですね自身の意思で、えー、なんだけど、えー、周囲にいた弟子たちがですね、はい、これは悪魔の仕業だというふうに言って、えーえー、浄土に行けるようにということで亡くなった西行さんの手をですね、えー、合掌に組み直させて、えー、で西向きにしたっていうね、えー、話があるんですよ。いざとなればやっぱりねあのお坊さんも混乱するのかもしれませんけれども、はいまあ、なかなかですのでどっちっていうことでもないかなと。 例えば仁和寺も本尊さんは阿弥陀さんですからね、ええ、ああそっかええー、あのあ<ー>だからいろんなもんやっぱ混ざってるということはあると思いますそうですね確か仁和寺さんはそうですよねで南面してありますもんねそうですそうです 確かいろいろ合わさるっていうのが仏教の特徴なんですかね。ですし、まあ、それが宗派なりあるいはおてあのご家庭での、はい、まあ歴史をこう積み重ねてきた何かあるんじゃ<ー>そういう足跡なんかもしれませんね。そっかーだかだら今 こうやって亮さんに忍な寺のご本尊があの阿弥陀さんでって教えていただいたもうなんかこのタイムの僕にとってのご縁やなと思いましたしそこでなんか今自分の家の,そのずっと受け継がれたものを受け入れて,ってでお前がもし変えたかったらそういう事例が忍な寺さんにあるんやから別に変えてもええんちゃうかっていうふうなご先祖さんがなんかね言ってくれてはるような代わりに亮さんが言ってくれはったようななんかキーにもなりましたしなんかやっぱりゆでたまさんもその なんかこう混乱してしまいますっていうことですけれどもね、そのなんかやっぱりいろんなね、方のお話を聞くっていうのはすごい大事なことやと思います。で、こう、りょうさんやったら、あの、今、地獄についてあまり詳しくないんですがというふうにおっしゃってくれましたけれども、おそらくですね、あのー、地獄に、えー、行ったことあるんですわ、言って話する人って行ってないんですよね。う<ー>ん <laughs> なんであの地獄をどういう風に自分で体験するかってなったらこれはやっぱりねお寺の,あの地獄絵図っていうのを見ていただいてであとはその縦横の,あの掛け軸とか見ていただくとですねその地獄っていうのはどういうところかっていうで、まあ、六道の掛け軸もありますけれどもあの地獄だけで言ったらそのんちゃら地獄なんちゃら地獄,ら地獄っていってこうねいっぱいありましてねそのあのあ アビ教官の世界っていうのを言うようなんか「わあすごいところ」っていうような人間失格にも出てくるようなああいうのもやっぱりこう「阿弥地獄」であったりとか「共感地獄」「むちゃむちゃに」っていうのがこうあったりするんですがでもこの「地獄」っていうの,のの一個手前の「ガキこの「ガキっていうのも結構セせ者ですよね。こういうのも新温州ではやっぱり真言衆ではそういう六道に分けてっていうのはあんまりないんですか あ,ありますけどねあの、えー、ガキ道っていうのその背ガキっていうのをね食事の度にやりますからそうか、うん、あれどういうなんでしたっけあれもまあガキはあの、ね、自分でご飯食べれないなんかご飯があとこう見えたってなってもすぐ燃えちゃうんですか、ね、そうです火になる火になるんですよね、うんうん、ですのであのそれは坊さんがこう背ガキというので、えー、まあ食べ物を与えるっていうのをやりますねは ど,どんんななニュアンスなんですかその自分らはそのガキ道にいるかもわからないというようなことで背書きというそういうあのことがあるっていうことですかそうですねまあすべてのそういう存在に施しをするっていう意味なんじゃないですかね。 そうかたまにありますもんねお寺であのそのガキ道のそのガキに何かを与えてあげたいっていうので何でしたっけあれなんかね鉢にお米ちょっと入れたりするような何なかありますもんね。ね、うん、あそうかそれがもう背書きか<え>それが背書き,き,きですもんね。うん うか。お盆の時に背書き合わせてやることもありますそれはお盆の時ってご先祖さんにいろいろお供え物するじゃないですかあの時にここに食べ物あるぞということで背書きをやるそこで一緒にやるんですよねそうするとそのお供え物を食べにくるというかねああがきのそのがきをいつも腹ペコになってるここにはあるぞ言って呼び寄せるっていうんですかねそれも背書きでやっとその あのガキ道に行ってるっていう木蓮さんの話でつながってるからみたいなんでちょっと救うっていうのがあるんですかね。んえー、ねなんですけれどもその南無阿弥陀仏を、まあ、浄土真宗さんではね南無阿弥陀仏を唱えると地獄に落ちないというよりは、まあ、極楽浄土に、えー、そういうところに行くんだよというようなんが、まあそのが浄土真宗さんの教えやったとは思うんですけれども。 うん、そのね親鸞さんの教え法然さんの教えのそのね浄土宗浄土真宗あのー、あるんですけれどもこれねすごい奥深いんでぜひねそのあのー、そうですねあの詳しくその生阿弥陀仏を唱えればあのー、他力本願で唱えれば、えー、極楽浄土に行くっていうのはやっぱり 教行新章というような書物をねあの読んでいただいたりするのがいいんでしょうかねやっぱりね、うん、難しいですよね「谷書とか「ね、谷書はでもあの弟子の唯円っていうのが書いたとかなんかね難しいですけどその辺いっぱい読んだら何、まあ、となく分からはるんですかね, <laughs> ね <laughs> すいませんでもちょっとね「真言集でも何ていうんですかね やっぱりそのやっぱ高野山にあんだけ武将が文骨でこう、うん、五輪塔だってこういっぱいあるじゃないですか。でそこで自分のやっぱその亡骸を治めたいっていうふうに本人が思ってたっていうのは。うん やえり自分がそうやってこうまあ殺戮とかもやってたけれども、うんうん、それによってそういうなんかまあ地獄道やらガキ道とか行かずに何かその極楽に行くために高野山のところに分骨してるっていうそういう意思はあったりはします、ね、か、あのー高野山 弘法大師空海が今も禅城でおられるですからすごい遠い先に弥勒菩薩が降りてくるわけじゃないですか。でその時に私の解釈ではですけど弘法大師は言葉の達人と言いますかね弥勒菩薩の言葉をですね仲介役みたいな感じで翻訳するわけですよね。 そ高野山でその最後の切羽行われるわけですから航海、まあ、がね、はい、あの出てきて仲介するわけですから、ええ、だから高野山っていうのはアリーナの SS 席なわけですよねうわすごい見えるしすごい聞こえるめっちゃ聞こえるわけですよね<ー>その最前線で聞きたいっていうのであそこにお墓を建てるっていうふうに私は聞きましたけども、ねええ、はあそういうことですか、ええ、金持ってますもんねあそうですそうです本当そう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 そそうそうそうそ じゃあ中にはあれですねそのなんかチケット買えなかったっていう人があの高額のなんかサイトみたいなとこ行って孝太武将とかもいるんですかと、ね、転売ヤーみたいにいるかもしれませんね。ねえ <laughs> それはちょっと小屋野んいれませんっていう風にねゆくゆくなっていたのかもわかんないですけどねへえー、そういうことですかうん,うんなるほど面白いですねじゃあ、えー、とゆでたまさんすみませんが、えー、とちょっとあのー、こういうそういうことです。<laughs> <laughs> <laughs> ということで、ゆでたまさんメッセージありがとうございました。さあ、続きましてもう一つご紹介します。えー、こちらは、えー、熊本県のゆいこさん、えー、55歳女性の方です。ありがとうございます。<laughs> で、どうさん、こんにちは、こんにちは。毎週タイムフリート。 スポティファイで拝聴しています。ありがとうございます。いつも仏教をわかりやすく解説していただき、とても心に響きます。ありがとうございます。今まで身近にあったのに深く考えてみなかった仏教がとても自分に染み込んでくるような感じを受け止めています。ありがとうございます。ありがとうございます。私の日々の生活や人生において苦しいことがたくさんあり、くじけそうになります。 自己流の解釈ですが、仏教では生きていくことは苦しいこととされているのではと思います。これについて最近疑問が浮かんでいます。 生きていくことは苦しいという気持ちをどうやってプラスに持っていけばよいと思われますか今の世の中前向きに努力すれば叶う未来へのモチベーションを上げるなど苦しいこととは逆のマインドを持つような風潮が主流です苦しいばっかりならどうしたらいいのかなと考えてしまいます浅はかなお尋ねですがぜひ解説いただくと嬉しいですということですね すごいなんかその仏教のなんか、あのーまあ、根源的なことでねちょっと今、えー、疑問があるということなんですけれどもね、まあ、仏教はまあ一切開空がねやっぱ詩になりますもんね。うんうん、そやっぱこう 諸行無常、諸法無が、えー、ね槃弱常。これ三宝院があって、それに一切解雇を入れて、司法院になって、この四つの大事なことっていう、これ、これはやっぱり、あれですか、いろんな宗派をまたいででも、共通が念のんです、うん、それは共通、はい、はい、そうですね。あ,あそうなんですよね。と、はい、いうことだから、やっぱりすごいね、その大きな、まあ、その仏教の根幹を成すような考え方が、やっぱりその、ね、生きてたら苦しいことばっかりだ、というようなことだということなんでね。うん でもまあそれがまあどう乗り越えるかが結局仏教やしでそれがまあ煩悩をまあ滅ぼしていくことっていう,うん、うん、この煩悩を滅ぼしていくっていうのはやっぱりこれもやっぱり宗派飛び越えてやっぱじじそれは一緒でしょうねそのだからその滅ぼし方というのが宗派によってまあいろんな方法論があるっていうようなそうですね,ですねまあ,あるいはその煩悩を おお、まあ、真言師の場合は割と否定しないんですよね。そっか。ほんの即菩提、うん。即菩提ですから。<ー>はい。ですから、あ<れ>まあ、それは、まあ、あの、より大きな社会をよくしていくための、よくに変えていけみたいなね。ああ<ー>。そんな感じで肯定しますよね。ああ、そうなんですね。えーあ その工程とまで考えてもいいんですか。もう工程してると、絶対工程だと思います。そこは。ええ、あ、そういうことですか。例えだから、その、まあ、歩くのがもうしんどいから、なんか乗り物に乗りたいという。うん、いうような、なんか、まあ。うん 一瞬煩悩ともねなんか思われるようなものが、うん、それをそう思うんやったらその社会のためにもしそういう楽なものがあったらどうなんねやって考えるっていう。とかまあそれそのの自分の,その楽したい気持ちが何かその世の中のために、はい、役に立つような何かに繋がっていくのであれば、はあ、それは肯定されるんじゃないですかね。はあ。うん、要は人助けみたいなまあそうですかね。 っていうことがそこ大きなテーマとしてありますから、それってやっぱり真言宗の教えっていうのが一番最初にそのと、それそういう考えが取り入れられてるあの宗派になるわけですか？うん、密教じゃないですかね。あ、ああ密教はそういうふうに考えるんじゃないですかね。はあ<ー>。多分天台宗さんもそんなふうに考えるんじゃないかな。おお<ー>。いはその煩悩っていうのも、まあ全部打ち砕いていくいうよりは、その煩悩っていうのが 社会のためにどう生かせるかって方向性を。 向け方変えるみたいな考え方な、うん、気がしますけどね。<あ>うん、そうなんですね。ええ、うん、だから、やっぱ、こう、いろんな、ね、考え方煩悩について、まあ、向き合うっていうのが、やっぱ、結局、仏教いうことなんですかね。禅宗、うん、や,やったらね、その、やっぱ、ひたすら断然をして、うちやったら相当して、なんで、まあ、しかんだでね。ひたすら断然してっていうの、で、やっぱ、その、なんですかね、それによって、その、ね、煩悩みたいなんを、まあ、ずっと、その中で、まあ、見つめていくいうことで。 だからこのねあゆいこさんもがその苦しいっていうのでまあなんかね、えー、今のなんか風潮で言ったらその。 あれですかね、これなんてなんていうんですかあのイオンサプライじゃなくてあのスピリチュアル的な前向きにとか,なんか啓発本ですかねうん、うん、多分啓発本の,なんかそのタイトル的な感じで言ってはると思うんですけれども苦しいこととその逆のなんか明るい声言ったらっていうようなね、うん、えなんか なんかでもそれってどうなんかなっていうふうなことやとは思うんですけれどもん,なんかね最近あの私があの14歳からの「自己啓発」っていう本があって、はい、すごい面白い本だったんですけど、ええ、自己啓発本の歴史とその本によると、ええ、あのここで書いておられるような前向きに努力すれば叶う未来のモチベーションを上げるみたいなそういう自己啓発的なメッセージって っていうのは、はい、あのアメリカと日本でだけ受け入れられるっていう話なんですよ。へ<ー>それはその自己啓発本の発祥がアメリカだそうでして、はいはい、でそれをね明治維新の時に日本に持ち込んだのが福沢諭吉。 あそうなんでですす学問のすすめですよあ持ち込んできてっていうことやったんですね。えー、でそれが何でかっていうとおすごく大きな社会変化が起きて、はい、で人間っていうのは努力次第で自分の運命を変えられるっていう,、はい、うんそんなあの風潮が起きてくる、はい、でその時に今こそ努力して自分の運命を変えてしまおうというふうに追い風にし 需要というそんな気運が生まれてくるらしいんですよね。<ー>で、それがこう自己啓発の風潮として、はい、ま起きてくるということなんです。んはい、で、だから、ね、他の国、えっ、ー、と、えー、カトリックかな、はい、は。 あのフランスとかイタリアスペインはそうでしょうけど、はいはい、この自己啓発思想って全然育たないらしいんですよ。ですよねあキリストのお母さんのマリアさんは、はい、イエス以上に慈悲深いから、はいはい、の彼女がですねマリア様がイエスに取りなして、はい、その最後の審判を軽くする っってていう働きを持っておられると<ー>だから、えーえー、レッド・イット・ビーだったりとかケ<ー>セラセラとか<ー>なるようにしかならんでと<ー>いう考え方らしいんですよね。マリア信仰から来ててるってことですか<ー>でそんです自己啓発っていうのがあんま育たないとだから日本とアメリカは非常にその、まあ、時代が大きく変わった転換したっていうタイミングでこの自己啓発っていうものが入ってきたっていうことですからこの前向きにとか努力すれば叶うっていうようなことって っていうのは、はい、多分歴史的な時間軸とか、ええ、地球規模で見ればですね、ええ、すごく一部のなんかこう極端な事象なんじゃないかなと。だからほっといたらええんちゃうかなっていうふうに私は思いますけどね。はあ、なるほど。一切改くなんだからと。そこ変わりませんよねということですね。うん,うん。あえてそんな前向きにとかっていうふうにガーって自分のケツ叩く必要はないんだっていうないと。あ、う、あ、ん。 確かにケツ叩くって今適当に言いましたけれどもそうですんね、あのー、馬もまあほっといても走ってはくれますもんねそうですよ、うんうん、あだから競争するからあんだけケツ叩きますけどうん、うん、時代劇とか見てても割とね戦んでも走ってくれてますもんねうん、うんうん、<ー>そうですね馬になりゃいいんやあーほんまそうです人馬いったんやなっていつも思ってるんですよ <laughs> ほんま、あのロードスターって車も好きですしねうん、うん、やっぱこうあの馬から来た言葉がいっぱいあるじゃないですか<ー>もう「道草を食う」っていうのもね、うん、まあ馬がね「道の草食う」って言うてね「あんた道草食うってきたやろ」言うてねあんなもったりとか「うん、いや馬ですね、うんです」ある程度はあれぐらい速く走れんねからっていうだから苦しいこともあるけどもその前向きにとかって線でも、うん、まあ日々 ちりご飯食べて生きててちゃんと寝て生活してたらある程度「お前もはい走れんねんで」ぐらいな、うん。 感じでいいんかもわからないいんなですよねやでも今のはそのすごいですね世界的なそういうなんでアメリカと日本だけが啓発するっていう文、うん、自分啓発本っていうのがあるらしいですねへえすごいなんかヨーロッパ確かになんかちょっとのんびりしてはるイメージ、うん、あそうなんですよ、うん、勝手になんか偏西風のせいでそうなってはるのかなぐらいに思ってましたけど風が全部動かしてくれるからそえ自力でいかんでもぐらいにねなんか風車とか見てても、うん、なんか勝手に思ってましたけど、うん ああそうなんですマリア信仰、うん、マリア信仰らしいです、うん、へアメリカはだからそういうのはイギリスから独立するってなった時にその信仰は案外持っていかずに自分らで何かっていうのは、うん、そうですねプロテスタントですからねまた違う考え,<ー>考え方ですからかプロテスタントなるほど勉強になります、うんうん、ありがとうございます前向きに、えー、後ろ向きに、えー、中向きにみたいなこともねなんか取り入れてみるのもいいかも分かりませんゆいこさんありがとうございました ではちょっとあの今週最終週なんですが、えー、今回も最後に一分間のフリースタイル説教をお願いしてよろしいでしょうか。はい。えー、まあ、えー、私は、えー、今回マーケティングということをお話しさせていただきましたけれどもまあマーケティングは相手の立場まあお客さんの立場に立って、えー、物事を考えるということですね。でこのお客さん。 とう言葉でですけど英語カスタマーの語源って何でしょうかということです。でカスタマーの語源ってひもとくとですね同じ場所を習慣的に行き来する人っていうことなんだそうです。まあ、つまりそのマーケティングの極意っていうのはですね売り手が無理に買わせようとしなくってもお客さんが習慣的にお店に来てくれたり買い物してくれたりそういう状態を作り出すということだと思います。ですからその習慣っていうのは 自発的な自分の欲求とか意思っていうことだけじゃなくて企業をはじめですね社会的な影響を強く受けているということにま気づかされるわけですね。 でまあ、仏教では良き習慣ということで、戒というふうに呼びますけれども、まあ、戒を守れば戒に守られるとも言います。まあ、今一度ですね、自分の習慣ということについて振り返ってみてもらいたいと思います。まあ、無意識のうちに企業のマーケティングの影響を受けてですね、良くない習慣を身につけてしまっているということはあるかもしれません。まあ、生きることも修行ですから、まあ、良き習慣を心がけたいというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あのー、 さんこの4回フリースタイルセットだきましたけれどもあのすごく毎回毎回ああとこう身にしみる,るお話頂い,いてるんですけれどもまたこの1分間の体内時計もすごいですね本当ですかはい結構割と1分にやり1分なりで,であ,ありがとうございますありがとうございますで、はい、<や>も多分土買ってきた何かがあると思いますい本当そうですねマーケティングとかういろんなご経験で土買ってこられた、えーはい 本当、ね、いやありがたいんですよ、ありがたいんですけど、あの3分超えの方もいらっしゃるので、<ー>そんな中で、はい、すごいこう、バシッとまとめてくださるなと思いましてで、またいいお話やから、そう思ってるっていうことかもわからないですけども、<ー>で僕ねそうです、習慣ですよね、やっぱりカスタム、習慣、習慣とかって、僕ねあの、二次熟語であの逆にしても、意味が成り立つやつ好きなんですよ。 習慣やったら監修じゃないですか。で、木材やったら材木じゃないですか。うん、なんかそういうひっくり返しても、なんか割と似たような意味になるのが好きで。ただ習慣ってやったらなんか自分の習慣。慣習やったらなんか社会が作り出したみたいな雰囲気で、木材。 材木この違いはようわかんないんですけども <laughs> 木,木材木材やったら割と小型もありかなみたいな、うん、で材木やったらちょっとでかいんかなとかなんか <laughs> ねね,ねみたいなな,なんかそうなんですよねなんか大は小金、ね、小は大お金みたいなのことなのかなとも思うんですけれども、うん、なんか習慣はでもほんとなんかあか慣習っていうのとなんかこれを紐解けば。 ミニマムとマキシマムっていうまたこの仏教の感覚善はこう,こうは善でっていう何かなんか僕もねなあるんかなとか勝手に思ってたんですいやすごいですありがとうございます,い,ますいや素敵なそのマーケティングと仏教のその共通項というお話をね聞かせていただきましたありがとうございます さあということでね今回最終週ですが、えー、この一月間お世話になりました、えー、いかがだったでしょうかいやもうとても面白い本当お便りが面白いなと思いましたしいや恥ずかしいんですよ <laughs> お便りねもうそのね一週目二週目なんかもうこの何ベタボメ感これはねもう自分の口で読まされるのはすごく恥ずいんですけれども。<laughs> <laughs> はいでもこのね今回のねあのーうん、ちょっとねえっ、ー、とまあお便り理、えー、お悩みとか煩悩いただきましたけれどもねうん、うん、まあこういうのもなかなかねあのすごい深いところね、うんうん、そうですねまあこういうその何でしょうある種のこう自己開示って言いますかねか自分のちょっとモヤモヤしていることをこう吐き出せる、はい。えー はい、場に、このサタデーナイト武器はなってるっていうところが、とてもこれまた興味深いなというふうに私は思いました。わ嬉しいです。ありがとうございます。うん、はい。皆さんのトイレになりたいなというふうにほんまに思ってますんでね。<laughs> はい。ありがとうございます。ということで、えー、和歌山県にある新言集、鉱山寺のご住職、福井良夫さんをお迎えいたしました。1ヶ月間どうもありがとうございました。ありがとうございました。 さてこの番組ではメッセージを募集しています番組の感想や日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください「ハッシュタグサタデーナイト仏教」もしくは番組ブログからお願いします最終週のお悩み相談会で採用された方だけにあたる番組アクリルキーホルダーもご用意してますよ というわけで月日は白体の価格あっという間に時が過ぎ去ってしまいました来週もこの時間に仏教をしたいと思いますここまでのお相手は笑い飯の哲夫でしたはいしゃ仏教伝道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました